時から見た邪馬台国論争って気になりませんか？気になるが、それがどうした？いえ、気になっただけです。バカ野郎、気になったんならちゃんと調べて動画にしろ。でも、僕、素人ですよ。それでもやってみろ。いつもながらにすげえ無茶ぶりだわ。しかし、今さら何を躊躇することがあるのだ。あなたはハロー効果ってご存知ですか？専門家がデタラメを言ってもそれが権威がある意見とされたり、素人が正しいことを言っても信頼できないとされたりする、評価が歪められる現象のことだな。そうです。旧石器捏造事件のような出来事がまかり通った原因ともされています。今もその状況が改善できていないのに素人が時を語るなんて危険じゃないでしょうか。心配するな。狂人のざれ事とされるだけだ。それだよ、心配してんのは、すげえネガティブな状況だわ。ということで、ゆっくり特殊機大五郎です。うっかり作者です。で、時について語るわけですが。あれだけ渋ってすんなりやるんかい。あなたはボウフラをご存知ですか？池に湧いているやつか。違います。霧ガメのことです。なんだ、煎茶道具のことでもなかったか。語源の方をちゃんと知ってんじゃねえか。で、霧ガメは横手の急須みたいなボウフラが語源と言われる弥生時代後期の霧の亀です。しかし、どうして霧こと岡山県から時の解説を始めるのだ。そりゃ、僕、邪馬台国九州説だから、北九州の高島式土器とか、そっちの話もしたいところですが、視聴者を絞り込みすぎるので後の大和政権に大きく関わるあたりを解説することにしました。そういやお前、8話くらいでゆっくり高島式土器を瞬殺してなかったか。忘れました。忘れるんじゃねえよ。それはともかく、霧亀は気圧が薄い煮た器用の亀ですが、これが霧のみならず九州や機内からも出土します。邪馬台国時代の到来か。バカ野郎、土器が全国展開する前から邪馬台国時代は到来してるんだよ。お前は九州説だからそういう考えだったな。しかし、卑弥呼が王となったのだから土器が全国展開するのが邪馬台国時代じゃないのか。あなたはアホですか。卑弥呼が強力されることと土器が全国展開することとはイコールではありません。魏志倭人伝に土器が全国展開したと書かれてありますか。確かにな。でも、魏志倭人伝に土器が全国展開していないと書かれていなければ、結局、わからないということにしかならないな。いえ、全国展開していないと書かれてあります。ほんとかよ。和の30近い国のうち、21カ国は演説と書かれています。説をもって交流が活発とできるでしょうか。だが、人と物の行き来がなくても、土器だけが全国展開した可能性はないのか。そんな、ミステリーゾーンのような展開はありえません。そのように土器を通して人を見ないから、また、魏志倭人伝を通して邪馬台国を見ないからおかしなことになるのです。お説教かよ。わかったわかった。真夏に熱い説教は不要だ。話を先に進めろ。はい。庄内式土器。霧亀に機内亀の要素が加わって庄内式土器が誕生します。邪馬台国機内説では庄内式土器の時代が邪馬台国の時代です。いや、正確には卑弥呼の時代は続く古式土器の時代とも言えるかもしれません。どうして？朝鮮半島の土器とも照らし合わせた時、その境を公孫氏滅亡としているようにも思われるからです。なるほど。なお、庄内式土器は全国に伝播しています。土器が全国展開するのが機内説の根拠だったな。ですね。ちなみに熱効率のためか内面ヘラ削りをしており、気圧は霧亀よりもさらに薄いです。なお、雲母や核戦石を多く含む生駒山西麓の粘土を使った庄内式土器は色がチョコレート色です。そこまで再現せんでいい。ちなみに庄内式土器の発祥地については大和説や河内説があります。お前はどこを考えているのだ。僕は八尾あたりを予想しています。八尾には霧の土器が大量出土した中堆積があったな。次行きます。展開早いな。古式土器。続く古墳時代の古式土器は庄内式土器に三円亀、北陸亀の要素が加わって誕生したと考えられています。ちなみに霧亀が弥生時代らしく平底、庄内亀が丸底に近い尖り底、古亀が丸底といった特徴があります。お前、霧亀の平底感が出ていなかったぞ。よりによって底の面積が小さいものを参考に CG 化してしまいました。痛恨だわ。で、霧が高め、庄内式土器、古式土器と出揃ったところで本編です。では、本編開始。ところでお前の目的は？土器の年代確定です。これが分かれば邪馬台国論争は解決します。余震場そうだとして年代確定できるのか？世にはこういうことわざがあります。当たって砕けろと。最初から玉砕覚悟かよ。今、僕らの頭の中には霧が高め、庄内式土器、古式土器といった土器変面が出来上がっているはずです。
これに朝鮮半島の土器変年など僕の知識を加えるとこうなります。上力、将来。妄想ゲージが頂点に達すると稲妻になるのだ。妄想じゃねえわ、研究と努力の結晶だわ。で、お前の頭の中では、古式土器は古式白木かや土器と並行するということだな。そこは一般常識だわ。それから九州以外ではと言っても良いかもしれませんが、大和では落朗土器がほとんど出土しません。庄内式土器がかろうじて、弁神官土器や落朗土器と並行するくらいだと僕は予想します。そのあたりは学会の見解とほぼほぼ同じだな。そして、僕は、弁神官土器や落朗土器と、古式白木かや土器との境は、落朗軍滅亡の西暦313年だと考えています。じゃ、九州説に有利な年代で確定じゃねえか。そうです。だが、学会の見解とは違うんだろ。もちろんです。学会では、本来、土器的に落朗軍滅亡とすべき時代を、70年ほど遡る公孫氏滅亡の時代だと考えています。どうしてそうなる？邪馬台国畿内説としてはその方が都合が良いからではないでしょうか。そもそも僕の年代観は、年輪年代法や炭素年代法が騒がれる前まで学会でも割と共通認識となっていた年代観です。そして、歴史的にはこっちの方がしっくりいく年代観です。昨今の考古学は土器変年の論争や銅鏡変年の論争を無視して炭素年代法によって邪馬台国論争における年代観を決着づけようとする傾向がありますが、炭素年代法の結果でさえもそれほど都合の良い解釈をして良いものか今一度検証すべきだと僕は考えます。また出たな。この男の学会批判が。いえいえ、これでも僕は炭素年代法を鵜呑みにしないだけで大いに評価してるんですけどね。ただ、いろいろな矛盾点や問題点を炭素年代法の一声や学会の権威の一声で解決したくないだけです。だって悔しいじゃないですか、何もわからず信じ騙されるだけって。お前がファシズムのような状況を嫌うのもなんとなくはわかるぞ。なお、昨今の邪馬台国論争において考古学者の多くは、と言ったように、根拠よりも権威にすがった言葉が多く見られます。僕はそこに旧石器捏造事件に似た危うさを感じるわけです。おいおい、話が逸れてきたぞ。話を戻します。要は古式土器と並行する古式白木かや土器がいつ始まるかがポイントですが、庄内式土器が弁神官土器及び落朗土器と並行することは、学会も概ね同じ考えで、もう少し細分すれば、かやの大型木格簿の出現を一つの画期とするも、ヤンドンリ162号墳のような大型木格簿一式の時代が庄内式土器までの時代で、テソンドン29号墳のような大型木格簿二式の時代が古式土器の時代ということになるのではないでしょうか。わかりづれえわ。もっとわかりやすく言え。つまり、考古学的には庄内式土器と古式土器の時代の境は魏志倭人伝に登場する弁神供養国の時代と金柑花屋の三国時代との境に一致するということです。そして、卑弥呼の時代の供養勧国は、僕の仮説では弁神供養国、今の学会の考えでは金柑花屋になってしまうということです。そのあたりの今の日本の学会の考えがしっくりいかないとするのが僕の見解です。小難しい話だが、なんとなくはわかった。なお、弁三国時代は考古学上の便宜的な用語に過ぎないとする人もいますが、文献由来の名称である以上、無関係ではないはずです。なお、近年の日本の学会における年代確定報道とは裏腹に朝鮮半島では以前4世紀を確実に遡る古式白木かや土器の出土は過分に指摘数です。お前、最初、土器解説を渋ったくせに、語り出すと怒涛だな。いわゆる、慣性の法則です。あと、春の辻美久も貿易や石産工業と三角淵真珠業の関係でも言いたいことがありますが、それは別の動画でも語っていることなので割愛します。そういえば、このチャンネルが始まった頃、銅鏡変年についても解説していたな。はい。僕は炭素年代法についても解説しているので、結構素人のくせに冒険してます。あと一つだけよろしいでしょうか。まだあるんかい。僕は年代論争を決着するために、幼児月糖質探検壺にも注目しています。精神陶磁器の影響下で誕生したというあの、幼児月壺のことだな。そうです。幼児月糖質探検壺は馬関係土器とも言われ、津島の塔の首に豪雪漢墓からも出土しています。もし、幼児月糖質探検壺が精神陶磁器の影響下で誕生したことが事実であれば、塔の首に豪雪漢墓の弥生時代後期後半には精神が始まっていたことになります。お前にとっては夢のような仮説だな。といった感じでここまで解説してなんですが、学会の見解が間違っているとか、
僕の仮説が間違っているとか、そこはあまり重要ではないかもしれません。本当に大切なことは、いくつかの仮説を検証し、自分なりの答えを出すことではないでしょうか。最後だけは綺麗にまとめたな。バカ野郎、途中も頑張ってまとめたわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録どしどしお待ちしております。チャンネル登録って1回だけだぞ。そうなのか。でも、僕も自分で自分のチャンネルを登録できないことを最近知ったわ。そろそろお前も YouTube について勉強した方がいいぞ。ですね。